おはようございます。すごい3、2、1っていうのもなくなって、なんか結構スムーズに始められるようになったね。でもさ、どの段階で映ってるのかな。開始しましたっていうあの時から映ってるのか。そうじゃないかな。そうなんだ、うん、おはようございます。だいぶあったかいね。だいぶあったかい、うん、まだ暖かさを実感してない。ここにしてない。でもこれあったかい。もう家で私エアコン1台で全然大丈夫になった。マンションだからじゃない。でも本当に2台つけても寒かった。昨日1個消したよね、会社のね、うん、あ、本当、ね、だいぶ違うよ。そう、だいぶ違った、うん、そうなんですけど、電車が寒いんですよね。はい、なってきました。そうなんだ、うん、空いてるっていうのはやっぱ問題じゃない贅沢な悩みじゃん。そうだね、空いてるから温まってないわけ。そうだ、ね、全然、うん、そう。最後ドアが開くたんびに寒くて、最後の15分ぐらいでようやく、うん、なちょっと人が溜まってきたかなぐらいで終了だから、うん、ぎゅうぎゅうになることは一切ないし。そうだね。そうなんです、うん、今日は何からやるんですか。糸からやるんですか。とりあえずこれは机の上にあるから、ね、目の前からやったらいいのか紹介して片付けますか。はい、あの新しいお店用のバッグができまして、見てない私まだ、ね、なんて書いてあったの。京都、もうね、あれなんです、京都と東京でお店用に変えたんです。なりました。東京はほら東京って書いてあるでしょ、うん、違うバッグなんですね。なりました。だからコンプリートしたい方は両方見せる、両方来るっていう。でもこれはネットで買える、うん、売らない。これ売らないの、うん、売らないんだってみんな。あら、お店で店限定なんで。いやだってさ、京都って書いてある。そう、東京はもう売ってます、うん、売ってます。はい、東京はマザーグースの、これマザーグースなんだ。そうなの。お、ちょっともじってるんでしょ。うん、います、うん、で、京都は、はい、これは、サウンドオブミュージックの歌をもじっています。言ってた、ね、ということになってますので、お楽しみに、うん、よかったかな。いや、今更感出てない。その時話しかけられていいよって言ったよ、私、うん、でも、変えてるし。え、いいんじゃないの、変えてるんでしょ、文字、うん、もちろん変えてるけど問題なくない。日本語だって誰でしょ、ワードを変えれば、まあね、そうね、うん、うん、そんなこんなことでなんか訴えられたりもしないし、うん、結構個人的には両方とも気に入っています。はい、と、はい、いうことになっています。はい、はい、紹介お願いします。お店に行って、あ、それでさっき決まったんだよね。突然店頭で2万円以上お買い上げの方にはプレゼントっていうことに。東京店でもやるの。東京店でもやってもいいよ。やりましょう。じゃあごめんね、今まで買ったのにもらえなかった。レシート持ってきたら差し上げることにしようか。そうだ ね、うんうんうん、申し訳ありません、はい、急にさっき決めました。さっき決めたんです、うん、合計になったんだって。合計税込み、税込み、うん、お支払い金額が2万円以上だと、を確認するのが面倒くさいだっていうことで、うん、税込み、税込み、はい、税込み2万円超えた方には差し上げることになってます、はい、お願いします。ぜひ、はい、普通に買えます。普通にも買えます。1000円です。はい、よし、じゃあ次本じゃない。本、はい、レインと、あとこれはでもこの間も着ていたやつがあります、はい、ショールの方はちょっともうあっという間に売り切れてしまって、今なんか後ろがだいぶすごかったね。後ろの表紙には本当だね、後ろちょっとノーマークだった、うん、ノーマークだったよね。今何気なく見せてたでしょすごいびっくりしちゃった今後ろがあ、そうなんだみたいなそうなんですよ、はい、そうですね、うん、あのね、何、いいよ、はい、スティーブンにサインしてもらったんですけど、ね、なんか予約してくださってたお客さんの一部に送ったそうですよ。送ったそうで、
もうありませんみんな確認してみてください。サインがあるかもしれない、うん、見てない人いると思うんですけど、はい、予約あの万が一サインがあったら困るっていう方はお知らせください。交換します。多分あの交換してほしい方いらっしゃると思うので、はい、はい、あの結構ねよくできてて私感心したんですよこの本。そうらしいね、うん、すごいいいです。あの紙もすごくいいし、中のデザインがあのブックデザインが結構良くて、写真も多くて可愛いし、なんかすごいいいですよ。あとなんか最近スティーブンのやつを見ててなんとなく思ってたんですけど、うん、もうあのなんかの糸を指定糸で使うのを結構やめてきたのかなって。そう、何でも使うんだよね、うん、あるものを。もうあの旅行中にいろいろなところでちょこちょこ買ってはあのどんどんそれを使って編むみたいな感じに、ね、うん、なってて、もうフィンガリングだったら何でもいいみたいな風にやってるっぽいです。はい、うちのお店でもたくさん買っていただきました、うん、ね、そうなんですよ。あの結構かわいいのもあるし、ね、でもお店に来たのに誰もいなかったんだよねお客さんが。そうなんで、うん、2回とも、うんうん、だから私たちだけ、うん、あ、スティーブいらっしゃいみたいなスタッフだけ盛り上がる、ね、帰るスティーブンが帰っていったら、うん、お客さんが入ってきて、うん、帰るときに、うん、でもスティーブンのことを知ってる方なのかどうなのか、うん、私だったらはぁって言うと思うんだけどその方はすごい落ち着いて、うん、多分知らて私たちの時も一人はいらっしゃったんだけど全く意に介さずって感じだったよね、うん、ご存じなかったんだと。そっか、大変だったねでただスタッフが写真撮ったり盛り上がってサインしてもらったりねその T シャツはどこで買うのとかね、なんで買ったのって私が聞くって。そう、私帽子はどうしたのかって聞いて作ってもらったんでしょ。友達に作ってもらったし、これとかもね結構かわいいしね。あとね、あの原毛が使われてるやつが、あ、かわいい。あ、そうなんだ。その時着てたいい、ね、うん、あのウェアがかわいかったよ。あ、ほんと。多分この中に載ってるようなやつ。私リオシュリブかな、があった時に着てたやつをね、うん、あのなんか黒い長いワンピースだったよ。でそれを見た写真、うん、私と一緒に撮った写真を見たうちの母親が、うんうん、スティーブンはさあの格好で寒くないのかって心配して私にメッセージが来ました。さすがお母さん。お母さんさすがです。知らない。知らないよ。心配までしててすごいなと思って。ウケるお母さん。私ちょっと今あばらが痛い。すごいおかしいんだけど。大丈夫だったのかな。そうだね、さすがお母さん優しいね。上に何か着てなかったのかなみたいな感じで、いやあの格好で、ね、すごい面白かったです。そうだね、相変わらず、ね、親心がすごいなと思って、うん、これもこのセーターもね可愛いなと思ったしね、うん、まああのラベリーでも多分買えるやつがたくさんあるんですけど、まあ本として、まあ、そうだいぶあの弾けてるんで面白いし、うん、あとねあのね原毛が、原毛があっても私これ原毛だった。あ、そうなんだ。私全然気がつかなかったんだけど、私これ編みたいなと思ってて、 それはねスティーブンが着るとなんかちょっと怖い感じになってるけど、うん、これ普通に着ると可愛いと思うわけ。可愛いよね。うん、可愛いと思うの。えーね、なんかねこの緑と白の組み合わせもすごい可愛いなと思って。本当だ、うん、まあ、あのかなりしげしげ見てすごい感心、編みたい、感心しました、はい、よかったらぜひ、はい、お願いします。あとねレイン、レインね、レイン着てます、うん、すごいいいです。で結構買ったんですけどだいぶなくなったよね。売れてしまって、でもまだある、まだあるけど、うん、すいません、まだね何もできてないんですけど、あのパターン2つはあの翻訳つけようかなと思って準備しています。はい、少々お待ちください、うん、なんです。きっともうあの出すのかな、まだ出してない、うん、まだ出してない、はい、出します。指定糸のもあれば指定糸じゃないのもあるんですけど、あのこちらで見繕って同じような感じに編める糸があったので出そうかなと思っています。あとね、はい、この本マーラウグ、これは結
構売れても少ない。うん、それもだいぶなくなった。だいぶなくなったって、うん、ない。また入れるかもしれない。これね、すごいいい本で。いい本だった？うん。あの、この間高木コーヒーでお昼食べながら読んだの？読んでたんですけど、まだね、読み終わってないんだけどね、なかなかいいよ。この最初のところ、うん、なんか本当に皆さんに本当だったら日本語で読んでほしいって思う感じの。なんかきっと糸の選び方とか、そう、そういうことが書いてあるんだろうなって。あとね、なんかものすごい考えられてるなっていうのに感心したの、うん、そもそもあのこれマーライズ、マーライズなの？マーライル、マーライル、うん、マーライルって読むんだと思う、うん、あのね、フェアアイルのとマールをかけたんだって。あ、そうなんだ、うん、だからアイルなんだよね、うんうんうん、マーライル、マーライルなんだね。そう、 S を読むで読むらしいです。そう、それでね、はい、あのインター社を、うんうん、みたいな模様を、うん、インター社をせずに作れないかなって、うん、いろいろ考えた結果、うん、この技法でが出てきて、でいろいろ調べたけど、うん、これでなんか名前もないし、うん、なんかちゃんとしたこう文献みたいなのもないし、あんまりこう体系化してパターンになってないっていうのに気がついて、うん、この本を出したんだって。で、そもそも名前がないから調べられないっていうのもあるし、うん、みたいな感じだから名前をつけましたみたいな。やっぱり結構編み込みなの。そう、あの2本の糸使ってて、うん、でここは1本で編むみたいな。うんうん、なるほどね。基本はね、うんうん、それが、基本的なやり方なんだけど、基本は2本取りなんだもんね、いつもね。そう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 、だから混ざってる部分と混ざってない部分が分かれてんだよね、うん、そう。それでね、全部のパターン1個は染めてないローカル、うん、なんかシングルブリードのローカルの糸に、うん、でもう1個は手染めでやってんだって、うんうん、なるほどね。すべてでそれで編みましたみたいな、うん、しかも同じ地域の手染めの糸みたいな、すごいなんかこだわって糸選んでて、かわいいんだよね。そう、かわいいんですよ、うん、このこの子あのさっきのあのリストウォーマーもかわいいんですけど、うん、このセーターとかもかわいいし、あと私ね、ショールもかわいいと思ったよ。このショールもかわいいよね、うん、これかわいいと思った、うん、あとね、このセーターもかわいいんだけど、これかわいい、違う、これもかわいい。そうそう、それもかわいい。だからいつも2本撮りだからこうなるね、うん、そう、なかなか面白いね、うん、なんか糸についてとかいろいろそういう技法はね、なんか調べたりとかっていう話とか書いてあって結構面白くて、そう、はい、あの英語があまり読めない人は普通に編めばいいんじゃないですか。そう、パターンも可愛いしね、うん、と思います、はい、あの編むのは多分そんなに難しくない、うん、難しくなさそうでした、うん、パターン短いし、うん、チャートがたくさんあるので、うん、チャートを見れば、うん、おそらく大体わかるんじゃないかな。あとはあのアミリスのレッスンに来ていただいてそうですね、あの先生に、はい、教えてもらったらいいと思います。教えてもらったらどうかなと思います。はい、はい、5本の紹介終わり、はい、はい、じゃあ隣からこれかな、はいはい、いや、いいよ、うん、まだ紹介していないのにどんどん売れていく糸がこのトマローズです。あのですね、ヤクって名前なんだけど、ヤクじゃないです。メリノウールです。メリノウールなんです、ね。で、スーパーウォッシュなので、洗濯機で洗えます。でもね、すごいたくさん。よくあるマデリントッシュとかのシングルプライのスーパーウォッシュと違って、もっとね、すごいウールっぽいんですよ。うん、なんていうか、この質感が。そうだね。あるよね。じゃあ靴下に普通に、うん、靴下に普通にすごくいいと思う。だんだんね、うん、手染めの糸を買ってもね、うん、本当に編む即ニッターは困るわけ、うん、普通に激しい模様編みたいから言われるよね、うん、だからすごいいいんじゃないですか、うん、靴下の糸も。しかもすごい値段が手頃で900円です。
編み込みにも便利、うん、すごいいいメリノウールでカサカサしてません。はい、柔らかいですよ、うんうん、いやなんかあの私もともとなんでこの糸を見つけたかっていうと、子供のものは見たいんだけどやっぱ洗濯できないと困るなと思って、それでなんかいい糸ないかなと思って、あのアイスランドに行った時にアイスランドの毛糸屋さんでいい糸を見つけたので、それを仕入れようかなと思って、それスーパーウォッシュだったんですよ。それでなんか探したらなんとその糸がなくなっていて。そうなんだよね。そうで買ったお店のオーナーさんに相談したところ、この糸がいいよって教えてもらって、それであのコンタクト取ったらまたね、すごいいい人なんだよね。すごいいい人なんだよね、あの会社のオーナーのなんか女性が買わざるを得ないぐらいすごいいい人だったなんかあまりにも良くしていただいちゃうから、うん、なんか断れない感じがして、うん、本当にありがとうございますみたいな。そうだし、なんか本当に糸も良くて、そういいですよ、うん、あのちょろっと編みたい人どうでしょうか、うん、でまああのこれだったらだから2つで靴下1個分 200m。そうです、2つ買えば靴下1つです、うん、だから片っぽ、ね、しましまとかにしても可愛いし、可愛いですし、うん、あとちょっとだけ糸を使うときに買われるのもいいんじゃないですか、うん、確かにね、うんうん、フィンガリングでスティーブンのやつとかでもいいですよ。あのすごいいろんなものなんかいろんなソックヤーンの残り糸とかでスティーブンのショールとか編むときに、うん、こうソリッドの色が欲しかったらこういうの使うとかっていうの、結構ソリッド必要なんですよね、うん、結局ね、なんかないと、うん、ないと困るんですよ、うん、やっぱソリッドカラーのものだからいいと思います。はい、色もいろいろ取り揃えています。そうなんですよ、すごい色があって、これでも結構厳選してるんですけど、なんか昔の私だったら喜んで買っただろうな、うん、なくてね、ほんとソリッドカラーのこういうやつが、そう、あのね、うん、このオレンジとか結構意外、そうだね、もう本当にこの色を入れるか悩んだんだけど意外と人気で、黄色はもうなくなっちゃって、あ、売れたの？実はない、そう、あの、うん、ある方が全て売っていただきました。なんか探してたんだね、黄色をね。あ、そうですか、まとめて買われたんですね、うん、はい、なるほど、あのモヘアとカーディガンを編むって、あ、なるほど、あ、そういうことですね、うん、なんでそういうのもいいかなと思う。そう、なんかと合わせるのにすごくいいと思います。うん、そうなんですよ。はい。いい色が。お値段も個人的にはこの色が欲しかったので。あ、そう？これ。いや、これでなんか男の子のさやつとかあんだら超可愛くない？じゃあ頑張って、うん、早く編まないともう終わっちゃうけどね。あっという間に大きくなっちゃうね。もう来年。もう来年ですよね。はい、来年。っていうのがまず新しい糸です。はい、次に。それをこうどしどしもらわないといけないよね。そうだね。こっちから6、8で。太い方。新しい糸、ニッティングフォーリーブも新しく入荷しています。これもヘビーメリノです。そう、子供のものを編む糸が欲しいなと思って入れたんでしょ。そう、いろいろリサーチした結果、可愛いパターンがたくさんあるので。入れました。はい、はい、すごい軽い、軽いね、うん、本当だ、軽い、柔らかい、こっちは、ね、ウーステッドと DK の間かな、 100g で 250m だから280ヤード、ね、だいたい、まあ、DK の50なんでしょこれ。そう、100って上に書いてる。そう、100じゃないの、50なんですよ、 50g です。だから110ぐらい、うん、60ぐらい、まあ、DK ぐらいじゃない、はい、そうだね、うん、DK ぐらいですね。でもまあウーステッドだから、あの針の号数によってふわっと編めば、うん、そうですね、うん、ウーステッドぐらいまで。でも軽いです、うん、色がね可愛いんですよ、ここ。そう、値段もそんな高くないところがいいんじゃないでしょうかね。はい、はい、で折って、で細い方がありまして、はい、細い方はフィンガリングからライトフィンガリング、ライトフィンガリングの間ぐらい、うん、になってます。50g で 250m、 100g 500m ね、うん、なんかやっぱ 100g 500m 計算なので、いや100じゃないですけどね、うん、これ50g、はい、250m だから、うん、やっぱりちょっと細いんですよね。そう、よくある手染めの糸とかだと
100g で380ぐらいから440ぐらいが多い。そうなんでそれよりも若干細めかなです。うん、でこれはスーパーウォッシュじゃないので洗わない、洗ったら縮むやつ。縮みはしないけど、うん、あの洗濯機には放り込めません。そうだね、うん、別にあのそう簡単に縮んだりはしないので、はい、手洗いお願いします、うん、手洗いお願いします。スーパーウォッシュは本当私あの洗濯機に普通に入れて乾燥機にもかけてますけど全然大丈夫です。そう、乾燥機にかけてるの？乾燥機かけてる。かけたことなかったもん。え、本当に洗濯はしてるけどいつも。結構大丈夫、はい、うん、スーパーウォッシュでなくても靴下とか洗濯してるけど、うん、あのね色がこう微妙な感じなのが、そうだね、こうなんかなんて言ったらいいのかな、わからないです。ピンクがすごくもともと多くて結構ピンク。あ、そうなんだ。ピンク、あ、ほんとだ、ピンクがたくさん。これちょっとあの一番端っこはピンクっていうのちょっと紫っぽいけど、ね、紫っぽいやつですね、うん、になってます。あと水色系も多くて、これは紫なんです。そうね、紫っぽい色なんですけど、ちょっとくすんだ紫。まあ今から編むにはいいと思うんですよね、うん、細いので。そうだね、はい、はい、を入れています。いいでしょうか、うん、これはこれで、はい、はい、よいしょ。それで、はい、はい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 、新しい商品が、あ、本当にくっつく、本当だ、入ってます。これテープメジャーなんですけど、あのコハナっていうブランドの日本のメーカーさんのものです。センチだけだもんね。ね、この裏表両方ともセンチなの。そうで、一応ね見たのこれ、うん、なんでこう2つ色が違うのかなとか。両方ともセンチです、うんうん、あとふんわりしてるね、これがね。そうだね、ここが裏は10センチごとに色がついてる、うん、日本製なのでセンチだけなんですよね。そうだね、になってます、はい、うん、ふんわりしてる。あのね、硬いわけじゃないね、これがなんかふんわり、うん、これ なんでこんなふんわりし、中にふんわり素材じゃない。ちょっといや、皮をあの多分ここの色がついてるとこだけ染めてるんだよね。うーん、皮、ここは皮っぽいけど硬、うん、くて、ここが手触りがなんかふわふわしてて、うん、柔らかい、柔らかいんですよ、うん、なんかね、すごいいい皮な感じです。はい、はい、色はグレーとこの青とくすんだ黄色と、これかわいい、うん、あとねこの青緑っていうか、うん、緑っていうか、あとなんだろうね、これこれ茜色、茜色なんだ、茜色的なです。はい、はい、あります。はい、あとこの糸巻きの形をしたハサミ焼き、うん、ハサミ焼きの、マグネットスプールっていう名前なんですけど、結構、うん、強力、うん、マグネットが結構ね、こう近づけると引き合う、うん、引き合うみたいなほら、うん、結構強力です。そうなんです、あのこういう風にマーカーが簡単につくので簡単に横につくぐらい強力です。これって刺さりはしない、ここなんかフェルトが刺さりはしない貼ってあるんだけど、うん、針山ではない、針山ではない、とにかくものすごい勢いでくっつきます、うんうん、これ取りやすいようにかな、中にこういうものが入った時に、ね、うん、なってます。色はこの色なので、この中にマーカー入れにしてもいいかも、いいじゃないですか、うん、あとこれもこういうのも便利じゃないですか。そうそうそう、パッと置けてね、あ、本当にすごいくっつく、すごい強力なの、うん、引き合ってます。そうで、これは4色です。あの1色は入れなかっただけなんですけど、はい、4色です。私の独断と偏見で好みじゃない、自分の欲しい色だけ、はい、入れました。はい、入れました。もう売ってます。はい、はい、これまだ東京行ってない、送りました。あ、東京にもあるそうです。皆さんもうあの買えます、買えます、東京店も、はい。それとあと新しい、あとですね、あの紅茶を知ってたんです。はい、
はい、なんかなんでかなって言われると、なんで美味しかったから美味しかった、うん、今日も飲んできました私、うん、ね、これ美味しいんですよね。なんかいいなと思って、私たちあの教室でもお茶出すし、はい、あの仕事中もお茶飲むし、うん、自宅でも紅茶なんかいいのないかなって思ってたので、はい、一石三鳥ぐらいで自分たち用に買い、うん、お客様にもお売りするっていう、そういうスタイルです。基本は、まあ、どっちかっていうと自分たち用なんですけどはい、あの、うん、よかったら、はい、お店でも買います。ミルクティーを飲む人は非常におすすめです、うん、ね、チャイも作れるし、はい、葉っぱはアッサムみたいな感じのちっちゃい丸まってる感じの、はい、なんかこう丸まった感じのやつで、あの結構置くとすごい濃いお茶が出て、うん、ミルクで薄めるとすごくいいです、はい、美味しいです、はい、よかったらこちらもどうぞ、はいはい、でこれが500で、缶が500でこっちが250で、はい、でも缶が可愛いんだよね。缶が可愛いですね、うん、はい、これはリフィルだ、リフィル、はい、です、はい、になってます。よかったら、はい、はい、それで一応それをやる、ね、あ、私が今日着ているやつを紹介、はい、これなんだっけな、オルガのデザインの、うん、ヒュッゲが出た年のコレクションの、そうだね、ポンチョっていうかベストって言われていたかもしれないですけど、はい、です。まだね、ヒットあります、うん、そう、だから最初のなんかヒュッケコレクションのやつ、ね、のやつかな、一番最初だと思います。うん、はい、なんか本があったよね、僕もね、東京にも、ね、あったかなでもあれパターンが載ってたのかも、載ってないの、ルックブックじゃない、ルックブックだったのかな、うん、パターンは載ってなかったと思う、うん、です。何かせかな、忘れました。6、5とかもう昔すぎて忘れました。持ってる、うん、ないですね。ということはラベリーで買ってくれって言った、うん、そうだね。でもあのめっちゃ軽くてあったかいので、そうだね、結構この時期あのセーターの上に重ねて着るのにぴったりで、あのあと、これなんていうの、上上下逆さまにも着れるやつです、うん、です。私は今日は白樺カーディガン原毛のやつ着ました、うん、いつもタグがついてるこれもすごい人気です、はい、今の時期ですから春先とかにすごくいいよね、うん、そう、なんかね、うん、カーディガンの季節じゃないと思って、うん、オルガが話しかけて、あ、本当だそうね、あ、そうそう、オーガー、I told everyone that you can wear it upside down. そう。Yes. はい。ありがとう。オルガ。はい。はい。ということになってます。今週はこんな感じかな。今週はこんなもんだよね。今日は、うん、いけるかな？明日？今日？うん？パムのやつ。荷物が来るかどうかですね。荷物が来るからね、うん、あのパムの新しい本のキットと組もうと思ってるんですが、うん、今日早めに荷物が来るとできるかなって感じです、うん、あと今週来週でいろいろキットも考えてるので、はい、はい、そうですね、うん、あと明日からフルイトセール、あ、うん、明日から一般の冬糸セールが始まります、はい、なのでサポーターズクラブの皆さんは今日中にお買い求めいただき、はい、それでニュースレターでしょ、ニュースレターをあの登録している方にあのクーポンコードをお送りする形なので、うん、あの普通のうちのサイトに入ると見てもあの分からない、分からない、セールをしているかは分からないんですけど、うん、そのクーポンコードを入れるとあの最後値段が引かれるっていうことになっ て,、はい、なってるので、はい、あのまだ登録してない方は、はい、ぜひ登録してください、はい、そうですね、うん、そんなもんでした、はい、はい、以上です、はい、なんか言うことオリンピック盛り上がってるね、
なんかイベントのお知らせとかイベントのお知らせワークショップ、うん、まだ宣伝あ東京店あの来月お花のけワークショップ的なことをやることになってて、ねうんなんとか今週中に売り出したいと思っています。あとあれじゃないのテマリシャスさんのテマリシャスのワークショップは、うん、でもそれは3月だから、うん、あ一緒か、うんうん、来週には必ず、うん、今資料待ちなんだよね。いろいろそうだね。そうなの。もう3、4、5ぐらいの6ぐらいのイベント結構仕込んでます。はい、はい、もう出そうと思って準備中です、うん、あと5月のナタリー・ミラーさんのワークショップまだ空きがありますので、はい、よかったらぜひよかったらぜひお願いします、うん、はい。そんなもんだったと思うかな。はい、はい、終わりらしいです、はい、じゃあ皆さん良い週末を、はい、オリンピック楽しんでください。さようなら。